ナサニエル・バンクス、ナサニエル・プレンティス・バンクス、1816年1月30日から1894年9月1日はアメリカ合衆国の政治家、軍人である。マサチューセッツ州知事、アメリカ合衆国会議長を務め、南北戦争の時は北軍の将軍だった。バンクスはマサチューセッツ州、ウォルサムでナサニエル・プレンティス・バンクスシニアと、 レベッカ・グリーンウッド・バンクス夫妻の最初の子として生まれた。公立学校の教育を受けただけで、若いうちに地元の面子工場でボビンボーイとして働き始めた。その生涯を通じて、ユーモアのあるあだ名、ボビンボーイ・バンクスで知られた。その後、機械校として修行し、短期間いくつかの週刊新聞の編集を行い、さらに法律を勉強して23歳で、 法廷弁護士として認められた。講習の間での演説家としてその活力と能力が間もなく評判を取るようになった。よく響く、はっきりした恋とおごそかな話し方で聴衆の前では指導的な姿に映るようになった。1847年4月11日、ロードアイランド州プロビデンスで元工場従業員、メアリーセオドシア・パーマーと長い恋愛の後で、 結婚した。バンクスは民主党員として1849年から1853年までマサチューセッツ州下院議員を務め、この間の1851年と1852年は議長を務めた。1853年の州憲法制定会議でも議長となり、同年に民主党と自由土地党の連合候補者としてアメリカ合衆国下院議員に当選した。 1854年にはノーナッシング党として再選された。連邦議会第34回期の開会時に奴隷制がこの国に徐々に広がることに反対するいくつかの党の者たちが団結してバンクスを議長に押し、1844年12月3日から1856年2月2日まで延々と続く最長でしか最も激しい議長選びの後で、 133回目の投票で議長に選出された。これは共和党としての最初の全国的な勝利と言われてきた。バンクスは反奴隷制の支持者を初めて議会の重要な地位につけ、カンザス州の紛争やチャールズ・サムナー上院議員の杖打ち事件の調査に協力した。さらにバンクスの指名と決定には公平さの遺産も残した。 1856年の大統領選挙では、ジョンシー・フレモントを共和党の中道候補として指名させる重要な役割を演じた。この過程の一部としてバンクスは、奴隷制の拡大に反対するノーナッシング党が参って調整していた大統領候補指名を辞退し、フレモント支持に動いた。その後の数年間、バンクスはマサチューセッツ州で、 ノーナッシング党と共和党の連行に支持された。バンクスのノーナッシング党の政策に対する興味は最低限のものであり、投票のための厳しい居住条件のみを支持した。1857年にも共和党員として再選され、1857年12月には議席を辞して、1858年から1860年までマサチューセッツ州知事となった。 この期間は何年もの不況によって政府の縮小を迫られていた。1860年の大統領選挙では共和党の候補指名を得ることを真剣に試みたが、マサチューセッツ州内の党員の府は安全な共和党優勢州の住人であること、及び過去にノーナッシング党に所属していたことで、その機会は失われた。その後短期間イリノイセントラル鉄道の シカゴ城中取締役に雇われ、主に鉄道の所有する広大な土地の販売促進を担当した。南北戦争の開戦が迫ってくると、エイブラハムリンカーン大統領はバンクスを閣僚に据えようと考え、最終的には最初の志願兵少将の一人として選定し、1861年5月16日に指名した。南北戦争の開始時点で、 マサチューセッツ州民兵隊は組織がしっかりしており装備も良いという認識がその指名決定において重要な役割を果たしておりバンクスは総務局長にも検討された当初は陸軍士官学校を卒業した将軍たちの多くの不満を買ったが北軍側に新兵と金を引き付ける能力を含めその管理に政治的な恩恵をもたらしたバンクスはまず メリーランド州アナポリスで指揮を取り、脱退の危険性があった奴隷所有州であるメリーランド州で南軍支持者を抑制し、次にポトマック川上流でロバート・パターソン准将が公的な動きを取れなかった時にそこの指揮官として派遣された。ジョージ・マクレラン少将が1862年春に半島方面作戦に出陣するとシェナンド渓谷にいるストーンウォール。 ジャクソンの南軍がリッチモンド守備の援軍に回ることを阻止するという重要な務めがバンクスの指揮するニコ師団に与えられた。バンクス隊が難しい供給船の外れにあたる渓谷南部に到着すると大統領が北の外れにあるストラスバーグまで呼び戻した。この時ジャクソンは急速に隣り合うルレー渓谷を下っており5月25日に バージニア州ウィンチェスターから撤退中のバンクス隊を追い出し、ポトマック川の北まで交代させた。バレーにおけるバンクスや他の北軍将軍たちの指揮する優勢な敵に対して、ジャクソンのミサオ軍と電撃的な攻撃という、この作戦は北部を倒枠させ、ジャクソンをアメリカ市の中でも最も有名な将軍の人にさせた。8月9日、バンクスはバージニア州、 カルペパー軍にあるシーダーさんで、ジャクソン軍と再度遭遇し、攻撃は当初成功したが、南軍 AP ヒルによる反撃で、バンクス軍団を撃退し、南軍がその日の勝利を奪った。その日の終わりに、北軍ジョン・ポープ少将の援軍が到着し、ジャクソン軍の残り部隊も同様に到着したので、そこで2日間の膠着状態となった。北部の新聞は、 バンクスの功績についてお世辞使いの番を用意し、一方南部の新聞はこの戦闘が南部の勝利と宣言した。バンクスは次にワシントン DC 防衛軍の指揮を任された。1862年11月にニューヨーク州やニューイングランドから引っ張ってくる3万名の新兵を編成することを求められた。元マサチューセッツ州知事としてこれらの州知事とは結びつきがあり、 徴兵業務は成功だった。12月に、これら新兵の大部隊を連れて、ニューヨークから船に乗り、ニューオーリンズに行って、メキシコ湾岸軍指揮官として、ベンジャミン・バトラー少将と交代した。ミシシッピ川を遡り、当時ビックスバーグ占領を目指していた、ユリシーズ・グラント軍と合流る命令を受けたバンクスは、まず、バイユーティッシュから南軍を追い、ルイジアナ州アレクサンドリアに進軍し、 裕福な農業地帯から奴隷、綿花及び牛を徴収した。南軍がその守備隊をミシシッピ川沿い、ポートハドソンに撤収した時、バンクスは1863年5月にそこを包囲した。ポートハドソンの包囲戦の間に要塞を吸収する試みが二度行われたが、ビックスバーグと同様、三端たる結果になった。ポートハドソンでは、バンクスの承認で、 南北戦争の主要な戦いで初めてアフリカ系アメリカ人兵士が使われた。要塞の守備隊は食料や弾薬が不足し、ビックスバーグが陥落したという法に接した1863年7月9日に降伏した。ミシシッピ川全体が北軍の支配下に入った。1863年秋、バンクスは主にメキシコにいるフランス軍が南軍を助けたり、 テキサス州を占領したりしないようにする目的で二度線でテキサスへの遠征を行い、結果的にリオグランデ川川口近くの地域とテキサスの離れ島の領有を確保した。レッド川方面作戦、1864年3月から5月はバンクスの上官であるグラントが戦略的要動と考えたものであり、 1864年春の一連の共同構成作戦の一部として、バンクスには東に進行して、アラバマ州モービルの占領を望んだ。バンクス自身はその作戦に同意できず、その代わりにガルベストンの占領を望んだが、参謀総長ヘンリー・ハレックから行動の命令が来た。ハレックの作戦はリンカーン内閣に承認されており、バンクスは職務上を嫌々ながら、それに従った。 バンクス軍は南軍リチャード・テイラー、元大統領、ザカリー・テイラーの息子のために、マンスフィールドの戦いで大敗を喫し、20マイル交代して、翌日はプレザントヒルの戦いで踏み止まった。バンクス軍はアレクサンドリアまでの交代を続け、そこで北軍内陸艦隊の一部と再結集した。デイビッド・ディックソン・ポーター指揮する海軍は、 南部の面下を金になる戦利品として取る目に、レッド側方面作戦に加わり、バンクスは金持ちの投機家に面下を集めるために従軍を許していた。この混成部隊にアーカンソー州から陸路をたどれなかった共同軍が加わり、ウィリアム・シャーマンに属する二つの軍団は半ば、独立した行動をとり、またこの軍隊が頼る川の水面は危険なくらい低かった。 バンクスは、その交代を続けるために、ポーターの艦隊に頼ったが、ポーターの艦隊は低水位のために、アレクサンドリアの滝以上は進めなかった。バンクスは、ジョセフ・ベイリーの提案した計画を承認し、水路に残された、わずかな水をあげる手段として、突堤を作ることにした。10日間に放火を浴びる1万名の兵士が2つの、包みを作り、 なんとかポーダーの艦隊とバンクス軍を救出した。この方面作戦の後、シャーマン将軍は、そのアトランタに対する作戦を開始する直前だったが、シャーマンは、レッド側方面作戦のことを、初めから最後まで、最悪のしくじりと呼んだ。バンクスは、レッド側方面作戦の後で指揮官から外された。南軍は戦争の残り期間レッド側を保持し続けた。 その部隊はロバート・イ・リーがバージニア州アポマトックス・コートハウスで休戦を求めたその2ヶ月後1865年6月に最終的に降伏した。野戦式から外されたことでリンカーン大統領はワシントンでバンクスに休暇を取らせそこでバンクスは大統領のルイジアナ再建計画について数ヶ月間活動した。バンクスは以前に ルイジアナの中道体制擁護者文民政府の選出を取り仕切っており、彼が組織主予算を取った念入りな儀式で就任させていた。1865年を早くに保守派民主党員、ウィリアム・ファーラー・スミスとジェームズ・ティー・ブラディが主催した大統領機密調査委員会は、ニューオーリンズ地域における欠陥のある世紀ではない貿易許可バンクスを結びつけるために、多大の努力を払った。いくらか、 一方的な最終委員会報告書では、具体的にバンクスを不正行為で告発せず、公開されることはなかった。しかし、バンクスは後にクレディットモビリアスキャンダルに結びつけられた男たちや、その他問題があると評判の者たちに、明白な保証なしに確かに特別の恩恵を認めていた。1865年8月、バンクスはアンドリュー・ジョンソン大統領によって、 任務を解かれ、1865年から1873年に、再びが衆国会議員となり、外交問題委員会の委員長を務め、時には共和党党員集会の議長も務めた。アラスカ購入法案の最後の成立に、重要な役割を演じ、またマニフェストデスティニーを早くから強く推奨した者の,の一人でも、あった。カナダやカリブ海諸島についてその地域のヨーロッパの、 影響力を減じるために、アメリカ合衆国がそれらを獲得すべきと考えた。また、クレディットモビリアスキャンダルの調査委員会にも、K はた。1872年、バンクスは、ユリシーズ・グラント大統領の知性に不満を抱き、ホレス・グリーリーを支持する、進歩的共和党に参加した。グリーリーのために、北部中を選挙運動している時に、対抗場がマサチューセッツ地区で、 進歩的共和党と民主党の候補者であるバンクスを破るに十分な支持を集めることに成功した。バンクスはケンタッキーやその他の鉄道を回数させることに関わったことが政治的には損失につながったと考えた。しかし、1873年の教皇で鉄道景気が下火になり講演活動を続けてマサチューセッツ州上院議員を務めた。 1874年、独立候補として合衆国会議員に再度選ばれ、次の2期は再び共和党員として務めた。1875年から1879年。1876年の選挙で異常事態となった、サウスカロライナ州の事情を調査する委員会メバーになった。その次の任期は選挙で敗北し、ラザフォード・ヘイズ大統領がアバンクスを連邦保安官に任命し、 これを1879年から1888年まで務めた後で、1888年に共和党員として合衆国会議員に10期目の当選を果たした。この最終任期で精神的に後輩し、次は候補指名されなかった。バンクスは1894年にマサチューセッツ州ウォルサムで死に、そこのグラブヒル墓地に埋葬されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。